また市当初は先月末に受けた定期検診で肺がんが早期に発見されたことを公表しました13日に都内の病院に入院し14日に手術を受ける予定ですまた氏は今年夏の参議院選挙で改選を迎えますがこれまで出馬するかどうかについては明らかにしていません手術後1ヶ月程度は休養することにしています